はい、実況させていただいております。シロックマンです。よろしくお願いします。今日はね、こちら、メガドライブ版のですね、スーパーファンタジーゾーンですね。こちらをやっていきたいと思います。よろしくお願いします。サンソフトって書いてあったの。これサンソフトがね、まあセガもそうやけど、これサンソフトなんよね。セガと思ってたけどな。残機増やすか。5機にしとこう。で、ハードじゃあかんよ。イージーもできんの。イージーにするか。ファンタジーゾーン基本的に難しいからな。イージーでいいや。ショップショップ。でもお金でもないんじゃん。2000か。2000、最初から2000。ね。あれ、これ、ボムっていうか、あれがないの。あ、下か。下ないんや。これどれだ。800しかないの。これ。何も買えないんちゃうの。何も買えないわ。自分で連射しなあかんねん。ああ、なくなった。これあれですよね、ゲームセンター CX でもやってましたよね、このゲームね。有野課長がね。危ねこれで1面クリアやね、ボスやね。おっ、あ、こいつか。おお、怖いな。おお、もう弾の飛び方、なんかロックマンのドクターワイ戦の時の弾の飛び方似てるな、これ。ロックマン5とか6とかね、7とかね。なんていうのかな、マンチ型に飛ぶっていうかね。おお、難しいわ。イージーでもこれやもん。おお、怖っ。おお、これなんか慣れないな、この弾の飛び方が。これ避けるの慣れないな、これ。パターン的に。おお、怖っ。ハロウィンね。ハロウィンね。おわ。マジか。これは難しい。残機5機にしててもこのざまか。イージーで残機5機にしてもこのざまでしょ。結構硬いな、このボス。うわ、危ねえ。もう怖っ。まだ死なないのか、こいつ。怖っ。これ1面のボスの強さじゃないで、これ。2面か3面ぐらいの強さやぞ、これ。やっと倒した。3機ぐらいやられてたな。よし、でも取れた。まあ、2面ショック。ミサイルみたいな。あ、
残機変えるかな。あ、変えた。で、あとミサイルっていうか、こういうね、ビーム系のやつ買っていこう。強い、これめっちゃ強いやん、これ超レースやん。あー、しまった。意味ないやん、死んだらなくなってもうたやん。マザンキ買っといてよかったけどな。怖っ。ないな。おお、何今の。おっと、寄ってきようかな、これ。砲台が寄ってくるっていうかね、これ。ほら、寄ってくるんですよ。なかなか当たってくれないんですよ。おお、怖っ。でまだあるんかな。上とかにあれそうやな。あ、行った。ボスまで来てた。あ、これ。うわ、こういうのか。うわ、これは難しいわ。おお、今まぐれで当たってないけどさ。これあれやな。あとはもう。なんていうのか、空いてるところを利用して避けるしかないな、これ。こういうところね。こうやって倒すしかないな、これ。怖っ。これ、こうやって倒すしかないな。せこいけどね、この戦い方しかないもんね。これ一面のボスよりこっちの方が弱いんちゃうの。一面のボスの方が絶対強いと思うよ。これはこうやって戦えば勝てるからね。残り少なくなることによって当てにくくなるけど、当てに弱いな、当てにくいな。よし、あと1個、あと2つ。おお、時間かかったら迫ってくるのか。これ最初だけも怖いな、これ。どっから来るか分からんから。おお、時間がかかるボスやな、これ。長丁場やね、これ。危ね、今ちょっと危なかった。ただ命中率悪いね、これね。こいつね、めっちゃ撃ってくる割には命中率悪いから。まあ、おお、今のもやばかったけど当たってないもんね。
これ時間経ったら迫ってくるからな。それ気をつけないかな。あと2つ。向こうが待った方がいいな。ちょっと勇気いるけど。当てるの難しいな。これは。やばい。やばいやばい。うわ、こう来るわけか。こう来るわけや。怖い怖い。こんなもんやってる暇あれへんがな、避けてる暇が。うお、危ね。あれ難しいな。これ回ってるだけやんけ、結局これ。これ無理やでな。厳しいな、これ。あー、無理や。無理やわ、これ。日本はちゃうの。あ、まだあった。ジャンプゼロ。これなぁ、どうしようかな、これ。あー、ダメだ。これやっぱ一面のボスより強いわ。はい。じゃあ、これで終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら YouTube のチャンネル登録お願いします。